皆さん、どうも、こんにちは。中橋藍伸之です、えー。本日もラジオの方を撮らせていただこうと思いますので、お付き合いの方どうぞよろしくお願いいたします。えー、ということで、早速なんですけど、えっ、ー、と、ちょっと前になるんですけど、質問いただきました。えー、学関節症はなんでなるんですかとのことです。えー、学関節症の普段、成立させていただいてでも、すごい、えっ、ー、と、よく、あの、 いただくお悩みかなというふうに思いますので、まあ見立てシリーズが続いているんですけども、本日は顎関節症の見立てについて喋らせていただこうかなというふうに思っております。で、まず、そもそも顎関節症とはっていうことなんですけど、まあ、顎関節、あの、要は顎の関節とか、その周りの筋肉が痛くなったり、まあ,あの、口を開け閉めするときに音がしたり、まあ、口が開かなくなったりっていう、まあその、 顎周囲に起こる症状の総称なんですよね。だから、えっと、これっていう症状があるっていうよりはかその辺り全体に起きる症状を顎関節症っていうんじゃないかなっていうふうに思ってます。でまあそれに対して、まあ、あくまで個人的な見解を喋らせていただこうかなというふうに思うんですけどこの顎関節症とかっていうのもあの細かく喋り出したり あのするとめちゃくちゃ長くなってしまいますのでちょっと簡単にまとめたいなというふうに思いますであのいろんなケースの方がおられるのであくまで多いケースの方に絞らせていただこうかなというふうに思うんですけど、えっと、それを踏まえた上でポイントは二つかなというふうに思っていますそれは、えっと、まず下顎骨の構造というのと,、えっと頭蓋骨の構造というのを知っていることが大切かなというふうに思うのでその二つ をベースにしょ喋らせていただこうかなというふうに思います。でまずじゃあ1個目の骨格骨の構造なんですけど、えっと骨格骨っていうのはえっと側頭骨っていう骨にぶら下がってるんですね。 でなんかこれをなんか藤田くんがよくあのケミストリーの,あの川端さんが昔やってたあのブラさんみたいな骨ですって声優使いで説明しててなんかポカーンってされてるのよく見かけるんですけどまあでも本当そんな感じの骨なんですねそのケミストリーの川端さんがやってたブラさんについてはちょっとね世代の人に,によっては分かんない人もいられると思うんであのイメージ分かる人はググってみてください はい、でその、まあ、いわゆるブラさんが、えー、と前後上規にこう弧を描いて動くんですねでその結果として僕らは物を噛むことができるそんで、えーとまあ、僕はその側頭骨にぶら下がってなんかブランコみたいな骨だなって化学骨のことを思いますで化学骨はなんか発生の初期の段階ではあの2つのもともと骨なんですけどそれがくっついて、まあ、1つの骨っぽくなりますでこの2つのつ骨 の間の溝が深いと、要は、まあ、顎が割れてるみたいな感じに言われるんですね。まあこの溝はもちろん誰でもあるので、もうこの顎の真ん中を触ってみたら、まあ、割れ目を誰でも感じるかなというふうに思います。これが一つ目のポイント。 で、二つ目のポイントっていうのは、あの、頭蓋骨の構造なんですね。で、頭蓋骨っていうのは、えっと、23個の骨が立体パズルみたいになってるんです。で、まあ、ただ、これ、あの、数え方によったり、まあ、どこまで数えるかによって、28個とか、22個とか、いろいろ言うんですけど、まあ、その、そこはあんまり大事じゃなくって、まあ、要は20個以上の骨が、あの、立体パズルみたいになってるんだな、っていうふうに思っていただけたらな、というふうに思うんですけど、 でこの化学骨のつなぎ目は側頭骨なんですけど、まあ、側頭骨もこの頭蓋骨骨全体のの一部の骨なんですねなので、まあ、言ってしまうと化学骨っていうのは立体パズルである頭蓋骨全体にぶら下がってるブランコみたいなイメージで考えていただけたらなというふうに思うんですけどこれを踏まえてじゃあ何で顎関節に症状が出るのか。 っていうところを考えていきたいんですけど、えっと、顎に症状が出る大きな原因に、やっぱりこの構造的に見るとですね、何らかの理由で、このブランコがうまく焦げなくなってるっていうのがあると思うんですね。で、えー、うまく焦げないから、その動きにくいところが炎症したり、痛みが出たりするっていう方が、普段ん生させていただいてでも多いかなっていう印象です。あもちろんそうじゃない方もおられるんですけど。で、 で、なんでうまくブランコが焦げないのかっていうところなんですけど、やっぱり構造的には、そのぶら下がってる頭蓋骨っていう立体パズルが、まあ、要はちょいねじれしてる場合が多いなというふうに思うんです。だから、まあ、いわゆるその図骸骨が綺麗な球体っていうよりも、ちょっとこうねじれちゃってるっていう場合が多い。で、頭蓋骨がちょいねじれするってことは、なんかブランコの土台が歪むみたいなもので、 なんか、めちゃくちゃそのブランコこぎにくいってなんとなくイメージできますかね。で、じゃあなんで頭蓋骨がちょいねじれしたのかっていうのを見ていくのが僕らの仕事なんですけど、まあいつも言うみたいに、ここに関しては可能性として、あのいわゆる結合組織が制限を作る生活習慣、外傷、精神的なストレス、環境の変化、情報とか、その5つのうちのどっから来てるのかなっていうのを見ていきます。で、 頭蓋骨はやっぱ体の一番上にあって、でどうしても、あのー、立ったりとか二足歩行する僕らはですね、体全体のことが結果としてこう、頭蓋骨、 骨とか頭に表現されやすすいんですね要はそこに集まってくるっていう感じになるのでなのでこのありとあらゆる可能性があるんですけどただ、えー、っとその体全体に起こったことの結果として、えー、立体パズルである頭蓋骨が歪みやすくって、まあ、またその結果としてそこにぶら下がってる化学骨との連結部分である顎関節に症状が起きやすい人が多いよっていうことをちょっと今日は 話したかったんだと思っていただけたらありがたいなというふうに思います。はい。で、なんか、ここは、ワンではなんとなく分かっていただけるかなというふうに思うんですけど、で、こっからは、えっと、余談なんですけど、このさっき挙げた、その、結合組織に制限ができる5つの原因ってあったじゃないですか。で、その中でも、やっぱその、体の末端に特に表現されやすいものっていうのが、えっと、経験上あるんですね。 でそれは、えっ、ー、と、生活習慣、外傷、精神的なストレス、環境の変化、情報のどれかっていうと、個人的には精神的なストレスが挙げられるんじゃないかなというふうに思います。だから、えっ、ー、と、歯とか、爪とか、あと、尾骨、尾底骨とも言いますけど、尾骨とかの状態は、やっぱ精神状態のバロメーターっていう人もいますよね。なので、まあ、 顎も末端なので、まあ、その辺の状態が出やすいなっていうふうに個人的には思いますので、その辺のお悩みを相談されるとですね、まあ何かしらその辺があるのかなっていうふうに、ちょっと頭の片隅で疑ってるところがあります。ただもちろん一概には言えないので、ここに関してはまあ話半分ぐらいで聞いていただけると嬉しいです。はい。ということで本日の話をまとめると、まあガス がく顎関節症になるケースで多いこととしてやっぱり化学骨は頭蓋骨にブランコみたいにぶら下がってる骨ですよとで頭蓋骨は立体パズルみたいになってるんですよとで頭蓋骨がねじれるとやっぱブランコはこぎにくいので症状が出やすいんじゃないか。 いうことそしてえっと話半分で聞いていただきたい余談として体の末端はどうしても精神状態が表現されやすいっていうパターンを、えっと、紹介させていただきましたまあでももちろん体に起こることは十人十色全然違いますので、えっと、一概に言えるわけではないんですけどなのでまあ、そんな考えもあるのかぐらいにえっと聞いていただけたら嬉しいですはい ということで、いつも思いついたことを喋っているだけのラジオなんですけど、えっと、何かの参考になれば嬉しいです、えー。いつも聞いていますっていう声とか、まあ、こんなテーマで喋ってほしいっていう声がめちゃくちゃ嬉しいので、えっと、よかったら遠慮なく教えてください。 あとすいません。今日はですね、あの、久しぶりに昨日、あの、リアルカラオケに行ったんで、声がですね、なんかあんまうまく出てないんですね。なんか、なので、ちょっといつもと感じが違ったらそれはそれで申し訳ないなというふうに思うので、そこもご了承いただけたらと思います。では、今日はこんなところで終わらせていただきます。それじゃあまた、バイバーイ。